はいどうも皆さん、宇宙最強遠征使い龍です。さあ本日なんですが、宇宙最強のデッキをね、ご紹介していきたいと思います。遠征っていうデッキですね。あのね、いろんなタイプのデッキあるんですけど、あの僕はあの一番わかりやすい三軸遠征っていうのを組んできました。四軸遠征とか3と4混ぜるとか、あとレッドリゾネタ入れてレッド転霊するとかいろいろあるんですよ、遠征のデッキ。あと義士もありますしね。今日はとてもシンプルでわかりやすい、三軸の遠征っていうのをご紹介していきたいというふうに思っております。どういう動きをするかっていうと、今回ね、あの新パックで追加されたカード、これが一番強いんですよ。この炎舞天気っていうカードですね。これあの重戦一足モンスターをレベル4以下のね、重戦一足モンスターを発動の効果処理としてサーチできると。まあ遠征以外にも、月光とか妖戦獣とか、またちょっと別の動画にしようかなと思ってるんですけども、遠征はとにかく、強い。これが来たことによって、なんでかっていうと、対氷頂点っていう動きができるようになったんですよ。これ前もね動画出したんですけど、見てる人いるかな。対氷っていうのはこれ召喚してリリースしていくと炎舞をセットできると。まあどれでもねセットできるんですけども、これで、召喚権を増やす点数を、セットしたり、サーチする天気をセットしたりして、対氷頂点っていう、このカードを、揃えるんですね、手札に。で、点数で召喚権増えてるんで頂点召喚すると。で頂点で召喚成功すると、これ守備表示で、対氷を特殊召喚できるんですよ。なんで、頂点で対比を釣り上げて6神器ローしていく。で方針を出していく。で方針は神経召喚に成功するとレベル3の炎属性モンスターを特殊ができるんで、これで統計を出してくる。で統計は遠征モンスターの効果で特殊召喚に成功するとデッキから遠征を手札に加えるということで、なんか適当に勇士とか炎章とか、なんか次の後続の頂点とかを手札に加える。で統計は表側の炎舞を墓地に送ると、デッキからまた炎舞をセットできるということで、こことここを揃えることによってものすごい爆発的なアドバンテージを稼いでいるということなわけですよ。これめちゃくちゃ強い。カードが、先行ですが2枚くらい増えます。普通に。やってること強そうでしょ。で、しかも、新しく追加されたこの神道ってのが結構強くて、極、炎舞神道。自分のフィールド上に遠征と炎舞があれば魔法トラップカードを無効に握る。あの、濃厚それ。これ強い。普通に。で、こいつは打点が上がる。くらいなんですよ。炎舞のね、魔法とかそんなに強くないんで、あと陽光とかもあるんですけど、コストも言ったりするんでね。だからね、ちょっとね、そんな強くないので、まあ、過信は禁物って感じなんですけども、やってること、まあ、アドバンテージの稼ぎ方はかなりえぐい、いうことになってます。で、こいつの効果で、こいつが進化召喚に成功したら、自分はレベル5以上のモンスターを特殊召喚できないっていう効果を持ってるんですよ。なので、まあ、一応入ってるんですけど、これとかをこ、横に並べるっていうことはできません。エクシーズはできます、ちなみに。だから、方針出すターンは、エクシーズとかしかできないよっていうことには注意ですね。で、一番強いのはやっぱバルカンですね。これ表側のカードと、自分のフィールド上のね、表側のカードと相手の表側のカードを一枚ずつバウンスできるっていう効果なんですよ。で、炎舞は表側にカードがめっちゃ残るんで、これで、バルカンのコストにして、バウンスしていくってやっぱり強いということで、これを入れています。で、デモンチェーンとかを使い回したりとか、あと、炎舞とかね、を使い回したりとか、点数を使い回したりとかっていう感じですね。点線とかも、使い回したりとかっていう感じの使い方をしていきますと。いうことですね。で一応レベル4が2体入ってるんで、この、交換賞っていうね、遠征または炎舞、の2枚と相手のーカード2枚をバウンスできるよっていう、デッキにバウンスできるよっていうカード入ってるんですけども、あんまり出しません。はい。なので基本的には、まあ、方針出して、まあ基本的に殴っていく、で開始のターンでバルカンで除去していく、勇士で除去していくっていう、まあ、そういうだけだと思っていただければと思います。早速ね、遠征炎舞の動き、ちょっと複雑ですがやっていきましょう。このデッキはどっちかっていうと簡単なんで、最初に遠征触りたいんだったらおすすめします。はい、デュエルスタンバイ。宇宙最強は宇宙最強遠征、初見殺し以外勝ってない宇宙最強の遠征をね。いいよ、シーズンハンドはいい、ハンドは素晴らしい、いくぜ。俺は即遠征対表の効果発動、自分自身をリリースし、炎舞魔法トラップカードをセットできる。そして炎舞天気の効果発動、天気は発動の効果処理として敵からレベル4以下の重戦一足モンスターを手札に加えることができる。そして頂点を召喚の剣を増やすために点数を発動、さらに頂点を召喚、頂点の召喚成功時効果、墓地のレベル、3の炎属性200守備力以下のモンスターを特殊召喚できる。そしてレベル3のモンスターに対来るぞユーマ、いや来ない、方針シンクロ召喚。そして方針がシンクロ召喚に成功した場合の効果発動、
方針はシンクロ召喚に成功した場合、デッキからレベル3の炎属性モンスターを特殊召喚できる。これによって、ちなみに大イーザーとかも特殊召喚できるぜ。さあ、律遠征統計を特殊召喚。律遠征統計は、遠征モンスターの効果で特殊召喚に成功した場合、デッキから遠征モンスターを手札に加えることができる。そして、統計の効果発動。統計は、フィールド上の演武を1枚墓地に残ることによって、なんと演武魔法トラップカードをセットすることができる。なんと強い。先行でカードが、1、2、3、4、6枚になったぜ。強すぎる。なんて強いんだ。宇宙最強だ。宇宙最強ムーブ。あまりにも強い。やってること弱いのに一枚一枚のねカードパワーがそんなに強くないんで、まあ、シントは強いんですけどね。あの演武と遠征がフィールド上に存在する場合、魔法トラップを一回無効にするというね。あ、強い。あー、そのパターンはめんどくさいな。これ太鼓ですか。いや、モンスター効果を無効にするっていうね、あの魔法トラップあればよかったんですけどね。それ無理なんでないんで、それちょっとないので、ちょ残念ながらさできないと。白き霊竜、これがね無効になったら強かったんですよね。これでなんか天罰みたいな効果がある演武があったらぶっ壊れてたんですけども、まあそれは無理だね。信徒は抜かれてしまう。しょうがねえ、それはしょうがねえわ。クソ、いきなり厳しくなったぞいや、脆すぎるだろこのデッキ。脆すぎるわ。バトル何、あれダメしていいですか。演武転生発動。あれあれ出た、初見殺し来た。スーパー初見殺し。わかんないよね遠征って。そうなんですよ、打点が急に1000上がるっていうね。あの遠征、天線があると。これね、これ勝ちですね。これ勝ちましたわ。バックないし、まあバックあってもね、シントで止めればよかったんですけども、まあ、シントないので、まあ、とりあえず点数だけ発動して、まあ、発動するといいなって。で、点数ほいからの、はいで、バルカンして、はいはい、バルカンして、でトラップカードものすごいか。はいで、あてか今あれだったな、統計の効果一回使わなかったのがいいや。ホワイトドラゴン、はい戻して、でもう一回セットして、でスキル発動して、はい対戦ありました初見殺しすぎるな。わかんないよね何するのか。しないよね。わかる、気持ちわかるよ、気持ちわかる。俺もね、自分でもね、どうしたらいいか全然わかんないことあるから。すげえね、あの分回してめちゃくちゃアドバンテージ稼いけど、結局着地点めっちゃ弱いっていう問題は発生してるよ。さあ、お相手の方、ヨハネスブルクさん、よろしくお願いします。0 3倍、太陽召喚で、太陽の効果発動。これは魔法カードいっぱい来てるのが結構いいな。で、天気効果発動をしていく。これが安定してできるのはいいですね。あの太陽と頂点が、まあ、要は手札に揃ってれば、まあ基本的にはいいんですよ。なので、まあ、太陽頂点を手札に揃え安いという話があるんでね。この天気っていうカードと、あとまあ点数があるんで、全部で何枚入ってんだ。あーと12枚入ってるうちのなんかどっか2枚引けばいいみたいな大体感じなんで、まあ、正確には違いますけど。さて、方針の効果と、方針の効果によって統計をもちろん特殊召喚していく。そして統計特殊召喚成功時の効果と、統計は遠征モンスターの効果特殊召喚成功した場合、敵から遠征モンスターを手札に変えることができる。強い。そして統計の効果と、統計の効果によって、フィールド上の演武を墓地に送って、まずは浸透セットしていく。さあ、これによって魔法トラップカードを1回無効に切る。さあ、これは強い。強いけど点線がないから打点で抜かれる。かわいい。遠征ってかわいいな。遠征ってかわいいんですよ。この2600、2300っていうなんかすごいかわいげのある打点ですからね。で、今一応魔法トラップ1回無効にしますけども、それ以外は無効にしませんので。やってることはまあ、あのなんかちょっと弱い、支援みたいな感じなんでね。あー、なるほど。羽休め止める感じかな。2ドロー、2ドローはちょっとね、さすがに許せないんで、2ドローだけ、まあ、ちょっと1回止めて、あとはまあなんかそのなるようになるみたいな感じですかね。でカウンタートラップなんで、一応あのチェーンはできません、あのモンスターの効果を。はい、あーそっち先にまあそれ止めないよね。普通にそのシンクロ召喚した後になんか使ってくるやつを止めていくっていう感じでしょうね。さあ、相手もね、なかなか強い盤面ですよ。これはこれは両方とも処理されてるってやつでしょうか。パーフェクトスクラッシュ出てくる。
出てくるで羽休め撃たれるで羽休めはさすがに止めざるを得ない。優先権一回こっちに渡ってくるんで、ここでカウンタートラップをチェーンすることによって、ハーペルディスカッチクラッシュの効果はチェーンすることはできない。はい、2ドローは無理、2ドローは全然無理。カードセット OK、 あーそれ玉行、両方とも処理される OK。 この後の盤面はちゃんと返せるっていうところも見せていきたい。 OK、 まずは一発玉行ぶっ込む。俺のターン取ろう。デモンシェーン、あー結構強いな。でですね、まずとりあえず玉行打ちますと。で相手のバグを抑えます。でこれで魔法トラップカードをチェーンされることはないということでもう大丈夫で、頂点召喚で潜水の効果で召喚権増えてるんで、もう一回、統計で持ってきたモンスターを召喚できるってことですね、これね。で、統計の効果はそう、統計の効果によってもちろんこれは有志さんですかね、もちろんね。まあ頂点の効果単一だから、有志するしかねえか、有志くらいしか持ってくるもんね。で、バウンスせんとあかんので、ですね、まあ、ここバルカン、バルカンドラグニーですね、レベル3の陶芸にレベル3の頂点をチューニング、新境召喚、遠征みたいな顔して出てくる重心バルカン。重心バルカンはフィールド上の表側表示の、演武を、戻すと相手を、バウンスできる。あかこれあれだったら勇士のコストねえや、勇者のコストねえか。まず3日殴ればいいか、殴るしか、殴ればいいか、殴ればいいか。これね、バルカンで戻したやつは発動できないんですよ。なので、スキルを使いまして打点を上げまして、これぶん殴るしかないですね。はい、で、勇者が戦闘ダメージを与えると勇者の効果によってデッキから演武魔法トラップをセットできる。あーでもあんま強くないな、これ天気するしかないか。天気を持ってきて、で、ダイレクトぶっかましてデモンズチェーン1枚あるからなんとかできると思う。さあ制圧、制圧能力見せろ。重心バルカンってね、遠征みたいな顔してるんですけど全然遠征じゃないんですよ。遠征みたいな顔はしてますけど、パフィーマー、それ止めちゃっていいんじゃないか、それ止めちゃったらもう何もできないです。デモンズチェーン発動、パフィーマーの効果を止めていけばハーピーレディにもなってないので、なんと万華鏡も打てないというね。はい、来た神ゲー、神ゲー来た、宇宙最強、宇宙最強遠征。大事なことなんでもう一回言います、宇宙最強遠征。さあお相手の方、あなんかプリズム大丈夫か、イニシエのルール、ほうイニシエのルール来た、からのブルーアイズ、はい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 、シンクロやめてください。あ、オッケー、よしよし、そんなに強くない、そんなに強くない。あでも俺のハンドもそんなに強くないな俺のハンドもそんなに強くないやつで、大挙召喚で因果切断だけ本当にやめていただきたい、本当にやめていただきたい、本当にやめていただきたい。うわー、あでも弱いわ、捨てるカードが弱い。これ天気だけ発動しとこう、天気発動してでもう一回大挙を持ってこないと展開できないわ。でこうしといて、まあ、でも有志いるから有志で相手破壊してもいいですけどね。ただ太鼓引いてないんで、まあなんとかなると思うけど、これデッキトップで剣士とか太鼓だけは本当に犯罪だからやめてほしい。因果切断もう一回引いて、なんかえってなってほしい、ちょ頼む、ドロー、はいはい、太鼓やめて、太鼓召喚マジでやめて、やめて、ざけんね、反応強すぎるだろ。青決めの剣士からの、太鼓の白石、サーチからのシンクロ、シンクロは別にそんなに辛いもの、モンスターそんなにはいないんで、まあ、精霊流でも別にいいですよ。精霊流でもそんなにね、なんかワンキルしたいわけじゃないから、このデッキ。オッケー、スピリットドラゴンは全然問題はない。全く問題はない。いいだろう。2500回受けてやるぜ。いいだろう。よし。そして、これで、妨害ないんで対表消化は通りますね、絶対に。よし、デモンチェーンも来た、ちゃうわ、対表召喚、対表の効果発動、これ効果発動っつってリリースした瞬間に効果使ってくんねえから、相手なんか間違えて、なんか精霊流の効果で無効にしろ、あ間違えたみたいになんねえかな。対表の効果発動、自身をリリースし、この
効果はね、フィールドで発動してる効果なんで別にあの精霊で止まることはないんですけども、さあ太陽の効果によって演武魔法トラップカードをセットすることができる。つまり召喚権を1回増やせる。もちろん演武点数を発動、そして演武点数の効果、演武点数は召喚権が1回増えるという効果。相手効果読んでんだろうなこれ。おモンスター効果発動、おっとよくわかんねえから変身するやつか、よくわかんねえから変身するってやつか。変身するの早いぜバカめ、お前のモンスターこのターンは何もしなかったぜ一応バウンスって効果がありますからね、バルカンで。そして頂点召喚、頂点召喚成功時効果発動。即遠征太陽を特殊召喚し、レベル3の太陽にレベル3の頂点をチューニング。リミッター解放レベル6、新規の召喚遠征光方針、遠征光方針召喚成功時効果発動。デッキから、レベル3の炎属性モンスターを置いたり特殊召喚できる。もちろん立遠征統計を特殊召喚、立遠征特殊召喚成功時の効果発動。立遠征統計はちょっと待ってくださいね、これ剣線出すから攻撃表示でいいで、統計効果発動、統計の効果によって後続を用意できる頂点を持ってくるぜ。そして統計の効果発動、天気を墓地に送って、さすがに天線ですよねこれね、返り討ちにしたいですよね。別に聖眼は、そんなに関係なくて、でなんだっけ、あのツインバースト来るんだったらデモンチェーンしてっていう感じなんで、でこれで何もできずにエンドするしかないんですよね。あの3000っていう打点はこのターンでは抜けないんで、あの天線がトラップカードなんで、魔法だったらさすがに強すぎましたけどね。はいはい、で精霊竜、じゃあちょっと銀竜効果でブルーアイズが蘇生されていく。それは全くもうしょうがない。デモンチェーンはちなみに今、自分にしか打てませんので間違いで打たないようにしましょうあの自分のモンスターにしか打てないんですよ今なのでちょっとなんかで、これで、シンクロ召喚はできるんだよな相手多分。さあ来るがいい、はい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 、ドラッコンバーミリオンだったらドラッコンバーミリオンをデモンズチェーンするっていう感じですかね。はい、でそれ以外だったらまあ精霊竜はまあまあまあしょうがない、精霊竜はしょうがない。でこれだとしたらさ2500、2500 OK だとしたらダメしていいですかね。こっち来た、モンスターで攻撃、ダメしていいですか。演武天線の効果発動、演武天線の効果によってこのモンスターの打点がなんと1000ポイントもアップするぜ。やった、神ゲー来た。俺はこれでディープアイズやばい